王政ローマ、王政ローマ、王政ローマ、ラ・ベガナム・ローマンムは、古代ローマ最初期の生態である、王政期を指す。後に、共和政、ローマ、そして、帝政ローマへと変遷する。伝承では口述するように、紀元前753年に、初代ローマ王ロームルスが建国し、紀元前509年に第7代目の王。 タルクイニューススペルブスが追放されるまで続いたことになっている。ただし、当時のローマは文字を持っていなかった可能性があり、王の存在は主に交渉で伝えられ、確実な資料がないとされてきた。ローマという都市名も、初代王ロームルスにちなむとされるが、この王については存在すら疑問視される向きもある。ローマという言葉は、エトルリア語、またはサビニ人で意味のある言葉だいう見解がある。 伝統的に王のうち、ロームルスを含め最初の4代はラテン系、またはサビニ系で、あとの3代はエトルリア系とされている。しかし、これらの王には存在すら疑問視される者も,もいるし、その人数も定かではない。実際にいた初期の王の自責を何人かの王たちのものとして記録しているという研究者もいる。また、末期のエトルリア系の王は4人以上いたと考える。 研究者もいる一方、かつてはタルクイニュースの名を持つ二人の王は実際は一人の王の自席を分けたに過ぎないと主張されてもいた。しかし考古学的な交渉から最後の三人の王に関する伝承は変形されているとしても何らかの歴史的事実を反映していると考えられている。ローマ建国までの伝説は次のようになっている。トロイア戦争で敗走した。 トロイア人アイネーアースらは、ギリシアの島々やカルタゴを転々とした後、イタリア半島のラティウムに上陸した。そして、アイネーアースは、現地の王の娘を妻として与えられ、ラヴィニウムを築く。アイネーアースの死後は、息子のアスカニオスが王位を継いだが、30年の知性の、後ラヴィニウムを去り、アルバロオンガと名付けた、新しい町を建設した。時代が下り、 王の息子アムリウスは兄ヌミトルから王位を散脱する。ヌミトルの男子は殺され、娘レアシルイアは、処女が義務付けられた、ウェスタの巫女とされる。ある日シルイアが眠った隙に、ローマ神マールスが降りてきて彼女と交わった。シルイアは双子を産み落とすが、怒った叔父の王は双子を川に流した。双子は狼に、その後羊飼いに育てられ、ロームルスとレムスと名付けられた。成長し、 出生の秘密を知った兄弟は協力して王子を撃ち追放されていた祖父ヌミトル王の福井に協力する。兄弟は自らが育った丘に戻り新たな都市を築こうとする。しかし兄弟の間でさかいが起こりレムスは殺される。この丘パラティヌスに築かれた都市がローマであった。この後ローマは領域を拡大させ7つの丘を都市の領域とした。 ローマ建国伝説によると、紀元前753年4月21日に、ロームルスが王になり、ティベリス川、テベレ川のあぜに、都市ローマを建設した。人口数千人。当時のローマは、丘二つをめぐる防災を設けただけの小村だった。この最初のローマは、ラテン人の国だった。やがて、近隣の部族と争いが起きた。 ローマが隣のサビニ人の丘の村娘たちを祭りに招待したとき、娘たちを急に抱きかかえて自宅まで逃げてそのまま返さなかったためだ。当然、戦となった。しかし、娘たちは隣の丘の男たちに自分たちは妻としての扱いを受けており、決して虐げられていなかったため、争いをやめてほしいと懇願した。サビニ人のタティウス王は和平を承諾し、 さらには、ロームルスの勧めで部族を挙げて、ローマに移住する。ローマがサビニ人を併合したわけではなく、サビニ人の自由民には、ローマ人同様の市民権が与えられ、タテウス王はロームルスと共同して、統治に当たった。タテウス王はこの後すぐに戦死し、その後のローマの指揮はロームルスが取った。紀元前715年のある日、ロームルス王が越兵中、突然、 目の前も見えないほどの雷雨が襲ってきた。雨と雷が去った後、兵たちが玉座を見ると、王の姿はどこにもなかった。八方探しても見つからず、この時王は死んだとされた。次の王が選ばれることになったが、ロームルスを誰かが暗殺したという噂が飛び交い、誰が王に当選しても疑惑を生みそうな状況となった。王には息子がいたが彼を王にするという考えは、 ローマ市民にはなかった。そこで市民たちは何の利害関係もない市外の人物から王を選ぶことにした。市民が選んだのは賢者として知られるサビニ人の沼ポンピリウスだった。ローマに住んでさえもいなかった沼は当然、孤児したが、元老院の長老たちから何度も頼まれるとそれ、以上は断れなった。沼は、温和な人格者だったとされ、この王の時代には、 ローマに戦争は起こらなかった。沼は主に国内の改革を行った。ローメルスが定めたとされる、ローマ歴を改めたのも沼である。農業を推奨し、その他、職業別の組合を作った。宗教改革を行い、神官も決めた。ローマ神話の骨格と、主な神の名が決まったのは、沼の時代である。これは、沼の祖先サビニ人の信仰が元になったと言われる。 沼の死も、その知性と同じように穏やかなものだった。また、沼の知性に、天から十二枚の暗記例、生聖盾が降臨し、ローマの死後の象徴にされたという伝説がある。これはおそらく、南下してくる、エトルリア人の脅威に、ローマ人が軍備を備えた子を神話にしたものだと、言われている。第三代の王になったトゥッドス・ホスティリウスは、沼の知性で自力を蓄えたローマで、 拡大方針を採用した。近隣では、最大のラテン人都市アルバロンガを征服し、王を殺して、町を完全に破壊した。しかし、アルバ市民は、ローマ市民として迎えられ、アルバの貴族は、ローマの貴族として、元老院の議席も与えれた。この時移住してきた貴族の中に、後に、ガイウス・ユリウスカイサルなどを排出した、ユリウス一門が含まれていたとされる。 大主は雷に撃たれてのものだったと伝えられる。第四代の王アンクスマルキウスは二代の王沼の孫であり、平和な知性を期待されて選ばれたのだが、祖父とは異なり多くの戦を行った。しかし内政にも能力を発揮し、初めてローマに水道を引く。また海辺のオスティアを征服して、ローマに潮をもたらした。第五代の王タルクイニュースプリスクス、古風王は、 エトルリア人だった。ローマでは、違法人でも市民権が与えられると聞き、移り住んだのだった。そして市民権を得、戦王の死後立候補して王になった。市外の出であることは、沼王の洗礼もあり、問題視されなかった。この王は、戦争に勝利しても、土地の住民をローマに移住させなかった。代わりに、戦利品をローマまで運んだ。 どうせ負けてもローマ市民になるだけだと思っていた。近隣都市国家はしばらく静かになった。平和な時は兵士を使って水道を建設した。ローマにはその技術がなかったので、王の故郷エトルリアから技術導入した。これにより産業が活性化した。ローマ人は技術もよく学び、市はさらに発展した。しかし、 王は王位を狙う戦王の息子によって暗殺された。第六代の王には第四代の王の息子は選ばれず、孤児であり、戦王の養子で子でもあったエトルリア人のセルウィウス・トゥッウスが選ばれた。この王が行った大きな事業は城壁の建設だった。この城壁はセルウィウスの城壁と呼ばれ、現在も所々残っている。これは ローマ市の七つの丘を囲むという大規模なものだった。また、軍政の改革も行い、戦も行った。戦法も開発した。セルウィウスは、第五代の王の孫タルクイニウスと、その妻であり、自分の娘でもあるトゥリアによって暗殺された。第七代の、そして、最後の王は、タルクイニウス・スペルブスとなった。後に、ゴーマン王、スペルブスと呼ばれる、この新王は、 全王の葬儀を禁じ、戦王派の議員を全員殺した。この王の即位にあたっては、市民集会の選出も、元老院の承認もなかった。その後の政治も元老院や、市民集会に諮ることなく自分で決めた。当然、市民の評判は良くなかった。しかしこの王は、策略と戦争は得意で、ローマはさらに領土を広げた。やがて王は、 ローマよりずっと兄弟だったエトルリアとの同盟を結んだ。これでローマの近くには峡国がなくなったわけだが、結果としてエトルリア人が、ローマ中をカ歩するようになり、ローマはエトルリアの属国になり果てたと考える市民も多くなった。それもそのはずで第五代からすべての王がエトルリア出身だったのである。やがて市民の怒りが爆発する日が来る。王の息子、 セクトゥスが、親類のお妻、ルクレーティアに横連母し、寝室に忍び込んで彼女を我が物にしたのである。ルクレーティアは、親類、友人と共に駆けつけた夫の前で全てを告白し、男たちが復讐を誓うのを見届けると探検で、自らの命を絶った。夫の友人でこの現場を目撃したルキュースユニウス、ブルトゥスは、大一族は追放すべきだと演説を行い、 市民はそれに従った。戦の途中だった王は、事態の急変を知り、急ぎローマに戻るが、門はすべて閉じられた後だった。王は従う兵だけを連れ、エトルリアに去っていった。王の三人の息子のうち二人は、王と共に去ったが、事件の発端となったセクトゥスは別に逃げ、後に違う事件が元で殺害された。王ヒトゥーリアは別に逃げて、無事だった。 タルクイニウスの追放によって王政ローマは終わった。王政への反省からこの年、紀元前509年からは、共和制が取られ、2名の執政官がローマの政治を司ることになった。最初の執政官には、演説を行ったブルトゥスと、自殺したルクレーティアの夫コラティノスが選出された。この後は、共和制ローマの歴史となる。これ以降ローマ人の間には、 王を置かない国家ローマの心情がすり込まれており、特に東方の先制君主に対して強い拒絶反応を示すようになった。初代ロームルス以来、多くの一族を抱える有力者は、貴族パトリキとして、終身の元老院を構成し、王の助言機関とした。ローマに見られる特徴として、他国から一族老党を引き連れて移民してきたものや、 戦争で破った敵国の有力者も一族ごとローマに強制移住させ代表者を元老院議員にすることで味方に取り込み力基盤としたことが挙げられる。これはエトルリア人都市国家やアルバロンガなどのラテン族都市国家に囲まれた小さな乾村ほどの規模から出発した新生ローマでは最大喫緊の課題は人口増加であり人口が増えないことには 自衛のための兵力すら維持できないからであった。実際、この、ローマの性格こそ、後に、ローマを強大にする原動力であったと認めれている。さらに、奴隷や一時居住者以外のこれら自由市民は、ローマ市民として、王の選出を含む国家の最高議決機関である、民会で投票する権利を与えられた。ローマ建国の王であった、ロームルスも、 地政の途中でこの民会の選挙で選出。この場合、信任され、改めて選挙で選ばれて、王となった。王の任期は終身であるが、原則として世襲制は取らない。もっとも、この市民による王の選出は、共和世紀に、共和政の歴史を古くに求めるために作られた、伝説とする説もある。王の最大の責務は、ローマの防衛であり、そのため、 自由市民が輪番で兵役を務めるローマ軍全軍の指揮を担当した全軍とは言っても早々当時は2000名程度であったと推測される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。